ホミスは十五所神社は、山梨県北都市長坂町上城未約5461にある神社、九号社、本殿、筒賀湯神寺、境内の大欅が、四指定文化財となっている。貝の国史には、神社の資産について、御主印車両4国7と余り、社地三輪76,830坪官主、屋敷2,271坪女地下下殿三段二世、 24歩との記述がある。度重なる合祀により多くの神を祀るが、中でも重要な見柱は次の神があると見られる。ホミスは15所神社は、複数の神社が統合し、多くの神を祀る。創建は一説によれば、上岸6年と考えられ、演技13年完成の演技式には、会の国に保険神社ありと記される、式内社と否定される。文英十一年に、 神宮寺が併設され、総流僧が上住した。神言秘密を行い、日蓮と訪問道をしたと伝わる。神仏根行の流れは6世紀半ばに、日本に仏教が伝来して、以来のものである。賢治元年、保健神社に、暦占いの五行説に基づいて十五所神社が、勧定された。天文三年に基金があり、薬病が流行した折に、 武田信虎の命により筒が湯神寺が行われた。天文16年に造営された神社社殿の胸札に、ナム、諏訪城下大明神とあるので、諏訪大明神を誕生したのはその頃であると考えられる。遠方二年鳥居婚流の折に、三明神列記の石書となり、2021年現在に至るまで社号はないという。大正14年3月13日。 うぶすながみとしての尊社から豪社への昇格運動が起こり、昭和20年に内務大臣の認可を受けたが、その後 GHQ の占領政策によって、神社仏閣の社格は解消されたため、混流した石碑からも豪社の二文字は抹消されて、昇格は幻となった。平成13年には神社長の運営の都合により、産休者の認定を受けた。宇子総大は、 神社名に祭神が羅立され、主体が不明であると指摘されている。宇治古こ数は450個。本殿境内一の面積は848坪で、町道から太鼓橋を渡ると、市の天然記念物に指定される大ケヤに、代表される鎮守の森や境内舎の秋葉神社、農業用水として活用されてきたため池に囲まれた拝殿が目の前にある。その裏手の山に、 江戸中期の最高と考えられている本殿がある。筒が遊神寺で使われる釜の煙突天文年館、武田信虎により、富士の浅間神社、宇多木の金桜神社、駒のホミスは十五所神社に五国宝京聖妃の神浦をなさしめたのが始まりとされる。各地に残る小正月の行事の一つで、本社においては毎年1月14から15日にかけて行われる。 月並み、物価、田形、畑方、商業、工業、サービス業、災害など69項目について、長さを揃えた足をかゆげに詰め、中に入り込んだ米粒の数で吉祥を占う。占いの結果は、一般参拝者に向けて公開される。占い具の筒となる足は、かつては神社のみたらしい池にある足を採取して用いた。長さを20センチメートルに揃えた、 太さい点2トルの足を、すだれに編んで、釜に入れる。玄米5号に、水3章で炊き、数時間をかけて、水2章を追加しながら、錠にする。筒切り係、米粒の数え係、記録係に分かれて故障して記録する。主な祭事は次の通り。四指定文化財の大毛焼き四指定文化財として、次の3点がある。所在地交通アクセス。 ありがとうございます。